皆さん、こんにちは。ティンではのミラクルボーイ、キングタクです。今日は花粉症。確かに新型コロナウイルスは花粉症が原因と私は思います。確かに花粉症を起きるのはですね、まあ、知ってると思いますが、まあ、杉とかヒノキ、ヨモギ、ガモガや、私も花粉症経験あります。はい。やはり、春から秋頃ですね。春と秋頃ですね。確かにアレルギー性鼻炎も何人かはおります。年代別では若い人が多いそうでございます。はい。まあ、花粉情報いろいろ勉強しましょう。はい。いろいろ対策すれば、あ、免疫も前の話にもありますが、それは前の話で見てください。いろんなアレルゲンがあるそうですね。花粉症、確かに、難しいものです。こういう時は耳鼻咽喉科で検査していろいろテストしてみるのもおすすめでございます。はい。これは難しいお話でございますが、今回は花粉症の特性についてでした。バイバイ。